90切りたいなんですけども、これで100切ったばかりのしょうもない初心者軍団がいきなり90目指すっていうのはちょっとおこがましいので、うん、まずハーフで安定し45を切ろうと。確かに。お、あ、いる。おー、惜しい。すげえ。はい、ということでハーフ45切り対決ということで、はい、目標ですね、はい、で本日は、TCC 鶴カントリークラブさん、テレビ最終号ビデオにお邪魔しております。ありがとうございます。ただいまよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ後半いきます。後半ちょっと右。大丈夫と思います。本当？あ、左。やった。まあなんか戻ってきそうな。シニとなりすぎた。あ、ごめんなさい。戻ってきそうな感じは。マジですか？これまさかあえてドライブやめた。はい。どうせ。あえてドライブやめて。ここに来るから。そうそう。ここになるから。そう。この辺に。もう一個のティーグラウンド行くな思って。じゃあちょっとしたマネージメントや。そうなんですよ。あ、チョロ防止ってこと？だから左右 OB とか言ってたけど。そう。関係ないじゃん、チョロだったら。そうなんです。いや、アイアンの方が飛ぶなと思ったね。一応タクト君ってドライバーだけ練習したらの企画やったんですけどね。いや、ドライバー得意やったんですよ。なんか当たるときな。めっちゃ得意やったんですけど。250ぐらいいくもんな。練習中シミュレーターで40ヤードぐらい急にアップしたじゃないですか。そうですね、260飛んでましたね。で今50ヤードとか50ヤードどれまで。いや、ほんまに計マイナス200ヤードだ。ほんまにそうなんですよ。あるやん、これやん。あれボールですか。うん、あ、めっちゃ手前や。止まってる。行きますわ。はい、この辺から取ってていいですよ。いやいや、行きますよ。省エネで行きますよ。あ、ちょっと、やば。一周したからね。もうだって今日二度と山登りないかもしれないじゃないですか。山登りどうか、トレッキングどうか。あ、やっぱ下から撮ります。あ、ないそれ疲れた。なんかでも背景が抜けててめっちゃかっこいいっす。ありがとうございます。え？ちょっともう OB なんでもう一回します。ごめん、見えなかったけど多分、打ち直したやつはいい感じに言ってます。疲れてるやん。多分打ち直したやつは OK。 あの、あっちの枯れ木が、はい、45入り終了のお知らせの鐘を鳴らしましたよ、パーンって。あれ、そういう鐘やったんですね。はい、45切りまだ終わってないですよ。あ、終わってない。まだまだなんかまだ全然体力面の方が終わってる感じします。大丈夫ですか。これ難しいな。うんうん、ライもそんなに良くないね。あ、やべ。超えろ。おお、乗った。ナイスです。ナイス。ありがとう。ナイス。またしてもすごい。うん。ナイス。バーディー取れんじゃん。あ、始まった。始まった。やめろ。なんだあいつな。あ、でもスリーパットばっかだな。でもさっきこのプレッシャーを跳ねのけてバーディー取ってましたからね。まあ俺も教えたけどね。いらんな。ほんま今日呼ばん方が良かったな。あ、うまい。硬い。あ、じゃあまたでかいパターンですね。うん、バーディーパット。うまい。うわあ。今のうまかったっすね。ライン教えてもらって。何をが。先行きます。ナイス。ナイスパー。よし、戻した。いいね。激しいことしてるな。浮き沈みが。いい感じで。おお。止まれ。うわー。まあまあ近いしかないですけど。大丈夫です。次何？トリプルボギーです。4だね。入れて取り入れない。やばい。うわ
プラス4ということで、多分さっき の, あの昨日のやつがやっぱ金でしたね。終了の金でしたね。なと思ったんですけど、そうでした、ね。あ、本当ですか。多分これで、あの、今45ぐらいです。全部パーで。おっしゃー。ということで、横山さんパーのダブルパー。え、そう。本当です。あ、OB か。まあまあ、終了しましたね。まだまだまだ。まず1人終了。まあまあ、なんですか、一人ずつ打ち倒していくみたいな。まず一人。一人ずつ脱落していく。一人仕留めました。もう4条を諦めて、こっからどういう。いや、諦めたくないの。いや、まだいけるでしょ。いやいや、さっきあんた1日ホールドルっぽい高い瞬間に終わったもんね。1で終わりかよ。あったな、これ OB や。OB かな。めっちゃ怒られてる。めっちゃ怒られてる。教え方してるんですか。マジキモいんだけどそれ。いや、キモいって言われたら直したくなるな。そうか。面白いな。鬼門のドライバーですね。鬼門です。はい。ちょっとさっきね、こう打ちすぎって言われたんで、こうしてみます。ああ、なるほど。はい。構えを、はい、開いてみます。あ、いるね。これ飛んだ。あ、そこ。いや、もう飛んだことにもう僕は歓喜。45キロじゃねえな。また初級者編。ドライバーが前に飛ぶには。そっか、あの力なかんか。足開いて、フェース開いて、相殺させてんけど、あかんか。何に対して相殺させてんのかわけわかんない。いや、こいつ。ほんま、人が考えてる。俺、なんか、はい、あ、いいや、後半。あ、そうですね。いや、俺いないんだと。今日は2人のラウンドになってます。なんか山ばっかり降ってんな今日。ね。でも俺さっき左行き過ぎたんで、はい、左狙いすぎないように。ああ、左行っとるな。分からんねこれ。やばいっすか。どうなってんだ。セーフ。行ってみましょうか。今日はあれっすね、いいプレーの次は。そうなんですね、そこがちょっと不安定ですよね。もったいない。ね、あ、やばいぞこれ。あ、ラッキーだったー。ラッキー。ごめんごめん。ごめんごめん。誰に、誰に。すみません。誰に謝ってる。自分に。あ、ごめんごめん。打てね。今のは超ヘッドアップしてるわ。謝る必要ないよ。すげえ不安で。謝る必要ないと思う。今あのここから打ってここに来ました。はい。なんかあの、はい、イラスト屋入れといてください。カメラが回ってませんでした。すいません。ん？ナイス。ちょっとあの。めっちゃナイスショットだったんですけど、はい、横浜さんナイスショットするとすかすんでカメラに向かって何も言ってくれないんですよ。待ってるのにコメントを。片や録画する前に打っちゃうし。ああ、もうこれが T-Rex です。次ナイスショットしたら振り返ってコメントください。 OK です。ナイス。あ、まだ本気じゃないと。こんなんで本気だと思ってます。でも俺、袋に負けてるから。そうっすよね。そう、あれか、相関図で言ったら僕たちが強いのか。そう。そんな相関図ないよ。あ、そっちの。うまい。うまい。ナイス。おー、ナイス。ボギー。あ、よく耐えたね。あ、ワンペで、ワンペでもゴロ。あるぞ。あるよね。サブプロに挑戦権獲得できるから。そうね。待って、スタイトもダメだったもんよ。もう今日流し。いやー、よう入った。予想逆だったわ。横地いけるじゃん。おえ、何これ。これか、俺な。じゃあ僕6台から11。すごい練習してんねんで。言いたいことないけど。すごい練習してる。いいスコアが出た時だけそういう意気がしてよくないと思う。何の前にやるやつだろ。そんなん言うからさ。どこどこどこ。全員バンカーの向こう。え、
右か。右右。それすらも分かった。見てなかった。ああ、もうパースリーで立ってんな。今日入るね、よく入りますね。全員バンカー。全員バンカー。今日はこういう日ですね。バンカー多いですね。うん。あ。もう一回いきます。はい。あ、ルーパー入った、ルーパー入った。これは負のルーパー入った。バンカーの負のルーパー。うまい、ナイス。いやあ、危ねえ、滑った、危ねえ。もうナイスナイス、危ねえ。よかった、なんとか出た。なんで急にオールドスタイルになったの。バンカー打つときだけそれになるの。そうそう、砂つくの嫌やな。今日コードカオス、そうそう、結構何足か持ってんね、ゴルフシューズ。2足っすよ、ガチの時はコードカオスとジョーダン1のローですね、グレーの。もう一個分かった、うん、エアマックス。あー、それはもうちょっと売りました。売れんの。売れるの。売りました、売りました。まあまあゴルフ場で入ってたけどね。スカックスやから登録できます。農作業の人かな。いやいや、体落ちちゃった。あ、うお、うわぁ、ナイスです。確かにこれ入るやつかもしれん。入るアングルで撮っていいですか。じゃあいいですよ。3回打ったんで入れてダボス。はい、あのもうそんなスコア気にしないんで僕の方は。あ、そうですか。はい、大丈夫です。じゃあ今からゼロからスタートしていいですか。ダメです。ナイス、ありがとうございます。うわ、すげえトライしたんやけど、今あの前見て打ったんや。ああ、全然わかんない。もったいない今の。すげえやったんだ。聞いたことない音。いや、あのカズプロの教えやったんや、2回目の。いやいや、その強さは教えてない。いや、めっちゃパンチ入ったのね。ああ、ダボか。ということでダボとダボです。ダボダボですか。はい、第2話終了です。はいはい、ということでお疲れ様でした。残念ながらね。残念ながら、まだ第2話にして1人脱落者を出してしまいましたけど。ああ、そうか。まだ横山さんが可能性が頑張ります。あるということなんで、ちょっと浮き沈みがあるんで、耐えるゴルフで我慢してやっていきます。はい、ということで、本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。いや、もうね、機嫌悪い。すげえ機嫌悪い。いやいやいや、いいっすよ。なんでなんでなんで。ありがとうございます。